行に差あり、利はなし。やはり過小に誤りなしのようね。いまいましい。数千年も折れたまま、枯れたままの剣木がよみがえるとは。先週は前途多難ね。すでに予想していたわ。え、怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。性格の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所。剣木の封印場所にもひときわ近い。性格の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。しかも探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している賊どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵室に一番近いから、もうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから、私についてきなさい。10110なるもの。将軍からの請託があるゆえ、私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ、大木様、うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は原稿理定、万事順調なり。本当に？道具とか指を使わなくても分かるの？よく言った普賢さん、その言葉に感謝する。さあ行こう。どうしたの？まだ行かないの？行き先の吉凶が気になるのなら心配ないわ。過小は大吉よ。信じない？ふん、まあいいでしょう。命数は無常なり、天意を信じるぐらいなら己を信じた方がいいかもしれないわね。あら、結構人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう？仕事を愛してるからとか？大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。
これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。として、あんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造史にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。